彼ね、あの14になる2月、いつも間違えてた、あの見たらやっぱり2月に25日、14歳。今度の2月で14。14になる、そう。あ、25じゃないんだよね。そうそう、間違ったね。1個は間違ってたね。やっぱりそうなんだよね。そう。にしてもさ、すごいよね。うん、だって。腰ずっと悪い。ピットブルで。たださ、無理するとまた痛くなっちゃうからさ。そう、だから止めるね。ああ、これ飲みです。そう。で、これね、うん、あの、ニキタちゃんはこれ、食べてください。あ、はい。あのね、先生、私家に、あの緑の、1個あったから昨日やったすぐ見つかった時にそれは1ヶ月元出さない方がいいでしょう。いやいや重ねていいよ。緑の何です？え？緑の何？ここに垂らすやつ？垂らさないかな。あのあそこの箱見えるんだけど。え？緑の大きいやつ、あの箱、緑のやつ大きい、尾形、こっちの右上、右、緑の箱フランクラインになるかな。緑の右、右、右、これ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 、でも全然大丈夫ですよ。あれをつけたの。そうそう、昨日つけて、昨日つけて、何だ書いてるのかな。もう今日見たあの毛を探しとったも、うん。でもさ、ニキタがっていう、うん、猫ちゃんがさ、拾ったね。拾ってさ、持ってきてるんじゃない。そうそう、それ絶対そう。ニキタそんな今外出さない。ニキタだけやってもダメだからさ。うん、そう、猫にももちろん、そう、猫にも入れて。あれ、どこに行った。あれ買おうかな、緑にまた違う。あの箱。これはだからリミューソン。あー、これじゃないね。え？長田さんとブロードラインのオーナーズリーフどこにあるんだっけ。多分フロントラインだって付けたのかな。フロントラインはあの緑ですよ。そう、ちっちゃあの中型の紫で大型の緑の。ちょっと待ってね。あ、写真撮った。そういえばね、あの友達に送ったから多分あるね。あ、先生どうですか。ちょっと待って。ブロードライン。友達に送った。WhatsApp に送った。これ先生、私手作りの、 あの箱違うけどマカロン自分で作ったからみんなお茶飲んでください。はい、ありがとうございます。感謝の気持ちで。ありがとうございます。うん、これ出るよもない。ここにあるとない写真を出しまくったからね。じゃあまずね、猫ちゃんの方ね、うん、猫ちゃんこれつけてください。首の後ろに、はい、ちょっと実物を。2.5 以上彼とここに入ってるのかな。ブロードラインのオーナーズリーフまた頼んどいてね。まず猫ちゃんね、うん、猫ちゃんは注射器みたいになってて、うん、どこかに写真が投げてるの。あれ、あ、
こんな形になってるんですよ。あ、はい、で蓋を取って、うん、首の後ろに、まあ、1箇所、2箇所ぐらいかな、うんうんうん、分けてください。あ、開けちゃいます。上は押す、押すだけ、うん、そうすると1ヶ月効いてます。あ、はい、だからここのキャップを取って、こんだけの液体を、あの針はない、針はない、あ、はいはい、だから首の後ろに1箇所、2箇所、3箇所ぐらい、うんうん、に垂らしてください、うんうん、はい、気をつけてください、はい、これ猫ちゃん、それがブロードライン、うん、だからワンちゃんの方は、うん、ニキタはこれ2つ欲しいね。2つ猫2匹あ、2匹いるの、うん、2人とももう大きいよね、うん、あの1匹3歳、あ、まだここ連れてこないの、はい、下の子に、ね、で、ニキタちゃんはプラスって書いてあるけど、うん、プラスじゃなくて、うん、クレデリオ錠ってやつね。あ、これはやったことないね、はい、でこれは、うん、あの何かな、フィラリアの予防薬は入ってないんだけど、うんうん、フィラリアは11月まで出しとった、はい、薬、のみと、うん、まあ、ダニと、うん、お腹の寄生虫を、まあ、予防してくれる、はいはい、で、まあ、1ヶ月効いてますんで、おお、はい、ただこういったのをね、特に猫ちゃんこういうのつけてもさ、もし飲み動いてるの見つけたら言ってください ね、 あ、またね、こんだけでは効いてないと思うので。ああ、わかりました。だからニキタは多分これだけで多分いいと思うけど、猫ちゃんの方がこんな冬場に飲みがいいってことは相当強い飲みだからさ。そう、私やった前のあの同じニキ、あ、違う、多分フロントラインやった、多分2週間前、ええ、社長にとかなじょうに、ええ、やってんの、うん、やってたけどまだ書いてる。あ、本当、じゃあじゃあこれまたやらなあかんかもしれないね。普通は月1なんだけど、でしょう、うん、だけどまた1週間でももし書いたりさ、なんか飲みがいそうだったらさ、何、また薬取りに来てください。特に猫ちゃんの方ね。うんうんうん、だからどうしても外行くからさ、うん、行く先が多いとつきますよね。今日って何日だっけ？今日4日か。この子。結構大きい、社長ぐらいの。本当だ。ニキちゃんの上、セラピーやってる。うわ。すごい。ニキちゃんも全然猫が出ても平気なの。それびっくりした、ハジム。彼があそあの時倒れて彼女すぐ上に乗った。すごいよこれ。ピットブルの上に猫ちゃんが乗ってますよね。あ、止まった。あ、止まった。もう一回。わかるかなこれで、うん、見えるね、見えるね、アメリカンピットブルに日本猫が乗ってます。そうそうそう、すごい構図ですよねこれ。そう、病気直してる腰に乗って温めてるね、腰を、うん、そうそう、温熱療法。ニケちゃんも嫌がらないしね、それ倒れて次の日かな、本当にあれがあのサポーターた届いて、ええ、つけて、はい、ありがとうございます。1週間半ぐらい私そのサポーターで外出しといたね、彼あの自分であまり歩けなかったから倒れるすぐ、今も走り出す、びっくりした、速くなった。あの生の牛肉とか出して、ええ、毎日ちょっと少しずつ、うん、そう、前回のさ1割か2割にさ、あの、うん、ドッグフードにプラスあのお肉、うん、タンパク質でやった方がいいですよ、うん、そうそうそう、あ、彼と2つあるよ、社長と、うん、アシャ、そうそうそう、あ、一回やったよ、ここ初めて買った時にある、わかります。じゃあこれは2人分ね、うんうん、2つ出します。それからニキタちゃん用にこれ出しますね、これ一応もう、うんうん、長田さん、じゃあニキタはクレデリオ、クレデ、あ、これプラスじゃん、今フィラリア別になくても、この子って飲んでるの、フィラリア、うん、飲んでる、ちゃんと出してる。最後に飲んだのいつ？11月の何日？あ、11月ね、11月。なんてやつを飲んでるの？あの友達大阪から持ってきたあのこの白いのオーバールの形の名前覚えてない、まあ先生にメールで送れるけど、あ、ほんと、じゃあの残ってるならメールで送っておいてください。うんうんうん、この11月飲んでるやつね。10月まではあのガムみたいなのを食べた感じだって、あれなくなって薬、今度ピル、白いの終わるやつ、うん、あとあのこのドロップのニキタの
ちがたの1個まだ家にあるから名前も送ります。何やったかな、ニキタの何です、そのフロントラインかどうかちょっと今ちょっと、ね、あーつけたやつね、そうそう、つけたやつ、はいはい、名前送る。あのね、飲みがつくとね、うん、あのサラダ飯が湧くんですよ、うん、ここね、お腹に。そうそう、で、このブロードラインはさ、そのサラダ虫も、ま、落とせる、そうそう、薬だから猫にはつくでしょ、虫も、うん、お腹に、ね、そうか、じゃあこっちの方がいいな、はい、プレリオプラスの方を出してきます。うん、うんうん、はい、ブロードラインっていうか、はい、アシャ、アシャ、アシャ、うん、あの子元気だから、するとあちこちが多分他の猫も付き合ってると思う。アスちゃんは3歳。そう、矯正してるけどね。はい、わかりました。2024年の1月ですかね。ですね、ブロードライン。はい、じゃあブロードラインを2本と、それからニキタちゃんはクレデレオプラスってやつをね、出してきますから。うん、ニキタちゃんは食べる、うん、猫ちゃんはつける、はい、やってください。それで、はい、それでもまだ虫の実がいるんだったら言ってくださいね、うんうん、はい、ありがとう先生、すみません、はい、いつも、いえ、食べてください、はい、ありがとうございます、ね、すみません、はい、後でいただきます。はい、じゃあこれ出しといて、永田さん、いい、